取材を始めます。汚染に関する質問からお願いいたします。 NHK 西村です。後に昨日の自民党さんの番組で時短要請について発言されてましたけれども、今日の会議で検討される内容を改めて教えていただきたいのと、今これを決断されるその意義についても教えてください。はい、まず前々からも少しお伝えもしてましたが、やっぱり重症病床を医療崩壊を防ぐということが非常に重要だと思ってます。で、重症病床の使用率というところに非常に、我々としてもこの医療の逼迫という部分について重視をしてます。で、その中でこの重症病床使用率が 50% に達すれば、これは時短の要請をお願いすることになるということは前にも少し僕から発信をしているというところです。現状を見ますと重症病床の使用率というのがもう 50% 間近の状況になっています。約 46% の状況にもなっている。そして、2日前でしたかね、490名陽性者が1日の陽性者ということで、やはり右肩上がり、またその速度も非常に高いという状況だと思っています。なのでこれはもう早晩 50% は間違いなく超えるという状況になると、そう判断しています。もともと重症病床の使用率というのは陽性者が増えた後にちょっと遅れて増える傾向にあります。そもそも今陽性者がさらにまだ増えつつある状況なので、 50% は超えるというふうに判断しています。なので、本日、急遽本部会議を開催するという判断をしました。で、これはもう今日の時点では 50% は達してないかもしれませんが、先ほど申し上げた通り、これも達することになると思います。今日本部会議で時短要請の飲食店、お酒を提供する飲食店、それからこの接待を伴う飲食店、カラオケ店、そういった感染がやっぱり広がりやすい分野での時短要請のお願いするという判断をすることになると思います。で、その範囲については、あれ大阪市の意見、松井市長の判断、これを尊重したいと思います。それを最大限尊重して今日の本部会議で決定をします。分析しますと、やはり大阪市内の市民の皆さんの陽性の割合が大阪市外の市民の皆さんと比較して2倍以上という状況です。そしてまたやはり繁華街を要しているのも大阪市なので、そういった意味では大阪市内の、繁華街を中心としたエリアになると思いますが、詳細については松井市長も大阪市の意見を聞いて、そして今日の本部会議で最終判断をしたいと思います。あともう一個何でした？時間については、時間は夜の9時です。夜の9時、まで、7時から食事を開始して、今2時間、4人以下2時間以内お願いしますというふうに区でも呼びかけてますので、7時から9時までであれば1回転もできる。ただその9時以降についてはお控えをいただきたい、感染拡大防止のためにお控えをいただきたいということになると思います。いずれにしても今日の本部会議で正式決定したいと思います。要請の期間は27からいつまでですか？15日間です。15日間を考えてます。約2週間、15日間を考えてます。これについても本部会議で最終決定はしたいと思います。1ヶ月というのは考えてはないです。読売新聞藤本です。昨日趣味の知事にテレビ番組の中で、このままだと、12月上旬には赤信号をつけないといけなくなるというようなことをおっしゃってましたけど、やはり厳しい認識というのは持たれているという感じですか？そうですね、厳しい認識を持ってます。特にやっぱり陽性者全体の数ということについて厳しい認識を持ってます。重症者ももちろん増えてきてます。で、これは陽性者が全体が増えれば重症者が増えるというのはこれ間違いない傾向なので、なんとかこの陽性者全体の頭数を抑えていくというのがやっぱり重要だと思っています。だからいわゆる市中感染の割合というか、それをできるだけ抑えていくのが重要だと思っています。その中で先ほど申し上げた通り、これまで300弱で推移してましたが、300名を突破したという中で、
月、うん、月曜日でした、日曜日でしたかね、あの日曜日か、490名ということに、一気にまあ500名近くなりましたので、まあ、やはりここはあの感染が確実に拡大しているしつつある、そして、まあ、重症者もこの後、こんなと増えてくるという判断をしていますので、まあ、そういった意味では強い危機意識を持っています。時短要請されるということですけど、協力金についても枠組み分けを決定されるというのを考えるんですか？今日決定します。まあ、この協力金の金額についてですけども、これはあの国でね、一定の1日2万円の最大60日間という判断が出されました。まあ、それは国が負担し、まあ、一部あの自治体も負担するわけです。で、件数の制約もあるんですけど、件数の制約と、まあ、金額はあの一部自治体が持つ、プラス件数があの2割を超えた場合はあの自治体でという、まあ、いろんな制約があるわけですけれども、その制約の範囲内での、まあ、国の制度もあります。だからそこについては、国と府がまず負担をする。そしてそのやはり1日2万円ではあの南という南中華その繁華街のエリアではやはりあの、まあ、前回2万円南でやりましたけれども、繁華街のエリアではやっぱり不十分だと思いますので、そこについてはあの大阪市の、まあ、物理省を上乗せをあのするということを考えていらっしゃるので、そこについては大阪市に判断を任せたいと思います。だからなので上乗せ部分についても大阪市長の、まあ、意見をお聞きして、まあ、そこを中あの尊重して金額を決定するということをしたいと思います。あくまでこれ大阪市内、大阪府全域でやるものではありませんので、大阪市内でやりますから、方針は大阪府で決定しますけれども、まあ、詳細の部分については大阪市の意見を最大聞いた上で、判断していきたいと思います。ええ、やはりあの GoTo トラベルはものすごく経済効果あると思います。だから必要な政策だと僕自身は思ってます。ただ今先ほど申し上げた大阪においてはそういった感染拡大期にあります。また医療従事者の皆さんも大変な思いで今あの命を救う活動をしてくれてます。またあの病床も非常に逼迫しているという状況です。なのでこの大阪の医療の状況、逼迫状況ということと感染拡大の状況を合わせて考えたときには一旦ここで、一時中断するべきだと僕は思います。であのトラベルについても、まあ、例えばいろんな金沢とか京都とかいろんな観光地でそんなにたくさん出てるのかというとそうではないので、まあ、そういうふうにトラベル移動そのものがリスクが高いというものではないだろうと考えています。あの旅館やホテルもものすごく対策を多く取ってますから。ただその大阪の場合はあの観光地と繁華街がもうセットになっているのが大阪の特徴としてあると思うので、まあ、一体化しているので、まあ、そういった意味ではあのこの GoTo トラベルそのものというよりは GoTo トラベルを使って、多くの人流が増え、そして、まあ、その繁華街で、まあ、特に僕は飲食の場面やったり大声でこうあのこうやる場面だと思うんですけど、まあ、そういった場面がどうしても増えてきているということなので、やはり GoTo トラベルについてもこの大阪の感染状況とそして医療の各状況を見れば一時中断をすべきだという判断をしています。でこれについても今日の本部会議で最終の方針決定はしたいと思います。でこの方針決定に基づいて、具体的な実務を進めていく、国に対して要請をし具体的な実務を進めていくということになると思います。一部の自治体からは除外にする地域に国が決めるべきだという意見もありますが、うん、詳細が決まっていない中で大阪市の除外要請を決めた方がいいですか？あのこれ国が決めるべきだと思いますよ。でこれは国の政策ですから国が最終判断すべきだと思います。でもじゃ あの今の大阪に関について GoTo トラベルについてどう思うんですか、大阪の吉村知事はどう思うんですかと聞かれたときに、まあ、知りませんという考え方は無責任だと僕は思ってます。じゃあそれに対してどう考えるのかということの意思表示というか、それは当然すべきだと思ってます、まあ、それが僕のスタンスです。まあ、最終決定権では国です。で先ほど申し上げた通りの理由で、まあ、大阪特に大阪市内ですね、
においては GoTo トラベルは一旦中止すべきじゃないか、一旦中断すべきじゃないか、立ち止まるべきじゃないかというのが僕の考え方、それをまあ発信しているということです。でこれは大阪府 の方針本部で決めますけど、大阪府の意思表示になります。それをまあ国にお伝えをする。で最後国がまあどう判断するかはこれ国の判断ですけども、まあ国は都道府県知事の現場のことを一番よく知っているのは知事なので、あの知事の意見を尊重するということもおっしゃってますから、まあそういった意味で最終的には国が判断される。その中で都道府県知事がどういうスタンスなのかはやっぱり重要な視点だと思うので、まあ僕は大阪府の状況を踏まえて、まあこれ経済効果があるのは十分分かっているので不自由な判断ですけども、意思を表したということです。すみません、産経新聞佐藤です。あの前回、まあ、20日に都道府会議開かれた際に、この 50% 達すればという、まあ、予定という感じでおっしゃったと思います。でこのまま4日間の間で急激にその、まあ、感染者が増え、まあ、490人という数字も1日あたりであったと思います。でまあ、ちょっと難しいと思うんですけど、その前回 その20日の段階で、まあ、GoTo の停止だったりその、まあ、時短要請だったりをもうその決めてしまうというのは、まあ、この間 の急激な感染を予測できたかというと、やっぱりそういう判断は発火の点では難しかったとか。難しかったと思いますね。やっぱり感染がどのぐらい増えるか下がるかというのはこれ誰も予測できないですから、それは専門家も予測できないし、それは難しいと思います。ただどうなったらどうするかっていう判断はやっぱりできると思います。で僕は一つの基準として重症病床使用率が 50% に達したときはもう一段上の判断をするというふうには申し上げているので、その 50% 病床重症病床使用率 50% に、まあ、ほぼ達すると、そう判断しました。この数日間の陽性者がやっぱりかなり右肩にさらに上がってきているので、まあ、そう判断しましたね。とあとはまあ3連休の人の動きを見てても、まあ、全国的にですけどやっぱりまだまだこう動きが大阪はもちろんそうですけど多くあるという中で、まあ、50% には達するだ、達する、まあ、ほぼ達してるんですけど、まあ、間違いなく 50% は持っていますというふうな判断をしているので、今日本部会議をやるということになりました。でこれは20日の時点で 50% 達したら、まあ、前回20日でしたから、ね、20日の時点で、まあ、50% に達したらこれはもう一段強い影響をかけるということは発信してた、まあ、その時期が来たということです。まあ、その時期がもう少し今だったのかもっと先になるのかそれは分からないですけど、まあ、前回の本部会議の決定事項の中でステージ2、今回の期間で12月5日までにしてましたが、12月5日でした上で、ただし重症病床使用率が 50% に達すればその感染状況を見極めてその期間でも開催するというふうに明確に示してもいますので、まあ、我々の認識としてまあ右肩で上がれば 50% に達する可能性が期間中に十分あるなというふうな予測は立てました。がそれ20日の段階で例えば GoTo トラベルやめるとか時短要請を決定するとかというのはやっぱり難しいと思います。なんかそこでの生活もありますので、それとしてはそのまま下がっていったかもわからない、分かんないので、これから今まさに感染拡大時期でもありますし、まだ冬が本格的な冬が到来します。その中でインフルエンザとこのコロナと同時流行するのは十分あり得ます。まあ、現に今こう冬のシーズンに入ってきて全国的にも広がってきているという状況で、コロナっていうのはもともと冬に強いウイルスですから、人間は冬になるとちょっと抵抗力が喉の、まあ、抵抗力というか乾燥もしますからかかりやすくなりますので、まあ、それは他の風邪であったりインフルエンザでも、まあ、一般的にそうだし、新型コロナもそれに当然当てはまるので、流行しやすい環境が整っていく冬はだと思います。なのでそういった環境の中でやはり検査を充実させるというのは非常に重要だと思います。
その点から今までみたいな保険証を通じていただけたらどうしても数に限界がありますから、クリニックだったり診療所、皆さんの身近なお医者さんのところで検査ができるという体制をやっぱり整えるべきだと思いますし、強化すべきだと思っています。今日からそれが始まります。で、数も、まあ、そこまで多くはありませんが、約50今日のクリニック院は数が少なくても名称を公表してもいいよと、個別名称を公表してもいいよと言ってくれる中で、公表していきます。で、どうしても数がその日が少なすぎると公表するとやっぱり集中したりいろんな問題もできるので、当該市町村で5つ以上のそういった公表してもいいよと言ってくれるクリニック診療所については公表していきます。で、これが約50強あるわけですけど、まあ、そういったことも通じてですね、風評被害が、まあ、そんなに起きないよね、あるいはその新なんかこう集中もそんなにしないよねという輪が広がってくれば、これは今合計1100弱の診療所クリニックから名称を公表してもいいよとか、じゃないとこも含めて全部で、今約1100弱あるわけですけども、これをなんとか1500まで増やしていきたいと思います。だからこのクリニックや診療所で、検査することへの理解というか、そういったことがどんどん広まってくれば、これは目標になる1500、これは来年の1月を目標にしてますけど、で2万件の検査体制というのを一つの目標として進めていきたいと思います。だからこれはいずれにしても診療所クリニック医療機関 のご協力がないとできないことですから、その協力を仰げるように、今保健所も個別の院にこうアクセスしたりをして数を増やしていってます。まあ、ちょっと前までは、約900でしたけども、1000弱でしたが、もう今約1100まで行きました。あと何とか400は増やしたいというふうに思っています。で、できるだけ府民の皆さんが身近な、ね、医療機関でこう身近に検査できる体制っていうのをできるだけ整えていきたいと思います。それはもうその時点で以降が行く前がもう実施したいというふうに思っています。もうすでに 46% 達してますし、今の陽性者 の増加の割合からいくともう相場 50% に達しますんで、で 50% きっちりこの基準というわけじゃなくて、それは大分の基準ですから、まあ、この今の流れ、感染拡大のこのカーブの仕方からすると、もうこれは医療体制どうし見てもやっぱ逼迫しているので、今日の段階で判断をしています。すみません。最後の質問です。すみません。お願いします。GoTo についても、27日から中止というふうに考えられますか？これは先ほどの、記者さんからの質問がありましたが、まあ、国の制度になりますから、国がいつからかということはやっぱり最終決めることになると思います。ただ、やっぱ大阪府の希望として、これは同じ27日、まあ、これシステムの関係が27か28か、ちょっと色あると思うんですけど、ちょっと出る可能性あると思うんですけど、できれば27か28あたりにはそれを一時中断の開始をしてもらいたいと思ってます。で、これは国が早くやる可能性もある。まあ、それは今事務方でいろいろ調整している範囲では難しいと聞いてますから、まあ、27もちょっと難しいかもしれないけどもというのは聞いてますが、僕自身はできれば27か、まあ、遅くとも28か、同じ時期からの開始をお願いしたいということを今事務方を通じて調整をしているところです。またあと今日本部会議やりますんで、詳細を本部会議でまた皆さん の質問のあるくなるまでのお答えしたいと思います。日経新聞ですけど、感染症対策取ってない店は休業は許せないですか？前回この南の範囲であったものと近い内容になるというふうには思います。だからその感染症対策を取っていない店はある意味この接待伴う飲食店とか、まあ、そこの範囲になってくると思うんですけど、
まあ、前回と同じような、そこは対象としては前回と同じような、範囲は違いますけど、対象としては範囲と時間は違いますけど、対象としては前回と同じような、あの繁華街を中心として広がっているので、同じようなものになると思います。まあ、ここも本部会議で最終決定をしていきます。それではすみません、これで終了させていただきます。